はい、どうも、ともしです。今週のウーバーイーツの売り上げは、9月26日から10月3日ですね。ドロドロドド、デデン、45,516円でした。なんかもっとやりたかったんですけどね、結局70回しかやらず、で、25時間7分、70回です。70回で、まあ、昼は1回目いかなかったですね。昼は1回目行かず、夜だけですけど、70回。で、来週は、クエストが良くなったんですよ。クエストが、上限が70になったんです。今は、これが来てるんですね。70、15、15で。これいいんですよね。100回やると15,000もらえるから、100回やると2万円もらえるナイスなんですけど、ちょっと100回きついんだ、私。できた試しがあんまりない。で、来週は、いや、できたこともあるんですよ。もちろんできたこともあるんですけど、最近は昼行ってないから、昼行っていかなくて、100回できないじゃん。で、来週は70回のやつで、5000、1000、6000が来ました。なので、12000ですね。12000だから、今週は7000だったんで、同じ回数やって、来週は5000円増えます。なので、70回やれば5万円稼げるんじゃない？ 5 万円欲しいんで、まあ、とりま、70回目指して。70回以上やっても逆にね、またいなくなっちゃいますからね。70回以上やりたいんですけど、月曜日ちょっとね、明日予定が入っちゃったんで、どうなるかわからないですね。でもワンチャン、まあ明日できなくても、生活がこう、改善すれば、夜型が治ればね、昼夜行けば、10回以上は1日できるでしょうから。てか別にあれなんですけどね、夜8回はできるんで、まあワンチャン、夜だけ10回の時もあったんですけど、今週。今日は深夜行ってない。夜、まあ、3時間で、まあ、10回ぐらいできるですよね、頑張れば。まあでも8回、最低7回にして、だから深夜は3回とかですよね。だから、1日10回で70だから、まあ、10回夜3時間でできるんだったら、深夜行かなくてもいいんですけど、まあね、ないんですよね、深夜ね。なったりなんなかったりするんですよね、深夜ね。微妙なんですよね。なるときはなるんですけど、なんないときはやっぱ待機がね、30分とかになっちゃうんでね、時間がもったいないっていうか、まあ昼やったはなるかなってところがあるんですけどね。もともと昼もやったんですけど、なんだっけ、夏暑いっていうんで、夏暑いっつうんで昼行かなくなって、で、深夜に流れて、近くはその前は深夜も昼も朝も、昼も夜も深夜もやってたんですけど、で、深夜も行ってたら、その、夜と深夜で結構10回以上できるから、昼行く必要なくねみたいな感じで、居直って行かなくなったんですけど。まあ、ただ、貧困なんで、ね、昼も行けた方が。さすがに深夜より昼の方がなるし、まあ、わかんないから、なると思うし、昼の方がね、お金がいいんですよ、おじいちゃんがね。やっぱ深夜とか下手するとさ、今日とかも多分あれだと思うけど、12時過ぎると1.6倍がなくなるんですよ。1.6倍なくなると、ね、普通に300円台ですから。昼はそんなことないでしょ。昼はほら下手すると2400円とくるから、ね、今日もなんか1000円あったな。1000円どこ行きだったかな、取んなかったけど、ちょっと1000円で東雲行けねえなと思って切れました。でも今日東雲行ったわ、1回したらね、パークタワーだった。パークタワー、篠宮、どこだっけ、違う、ベルタワー行って、篠宮だったの、篠宮の、銀だこが、篠宮だったから、まあ、とっかつて撮ったら、タワマンだけど撮るかなと思ったら、よりにもよってパークタワー、ね、ヘルメット取らなくちゃいけないからね、嫌なんですよ。